はい、ケンさんです。今日はね、阪神電車乗り継いで、ドーム前駅、要はね、大正駅の北側まで来てます。ちょっとね、いい景色のとこ来ましたんで、ちょっとご覧ください。はい、今日はね、雷も鳴りまくって、まあ結構割と雨降ってる状態なんですけどね、大正区ってね、こんな大きい川が流れてるんですよ。でしょ、大阪の中でもね、港区、あと大正区が、川にね囲まれて南側海っていうね、ちょっと結構特殊な立地になってますんでね、こう川とともにこう、ね、生活する皆さんのこの風景、ぜひともご覧ください。で、私が今向かってるのはね、こちらちょうどまっすぐ行ったところ、三軒家東っていうところですね。皆さんね、動画もたくさん上げられている、大正区の中では一番の飲み屋街になるところになってます。今から行ってみようと思います。ワープ。大正区は朝飲みがね、本当になかなか厳しいなと言われてた地域なんですけども、でした山寺さんね、動画上げられてました、ホルモン焼き、太郎ちゃん、太郎ちゃんさんをね、1階が、昼飲みやってますよっていうことでね、昼飲みできるようになってますんで。太郎ちゃんさんをね、ちょっと通り抜けて、行くとですね、今日行きたかったお店、ご縁屋出雲さんですね、到着いたしました。無事撮影許可いただけましたので、お飲み物ね届いてますんで、皆さんお疲れ様です。乾杯です。焼酎水割りですね。芋です。はい、山寺さん動画で紹介されてました井桁醤油ですね。美味しそうですね。ゴールド甘露醤油って書いてます。美味しそうです。1品目届きましたハモのお造りとハモの子、塩辛、これ初めていただきますね。めちゃくちゃ美味しそうです。梅肉か、この先ほどお伝えした、醤油ですね、お醤油を、使って食べてみます。いただきます。はい、それじゃあゴールド醤油、ちょっと入れてみます。ハモはね旬ですからね、よいしょ。今湯引きでね食べるところ多いと思うんですけども、お作り、本当に楽しみです。いただきます。先ほど皮の部分ねご覧いただいたと思うんですけど、皮の表面はよいしょ炙ってあるんですね。叩きというか洗いというか、そういう状態にして出していただいてます。身の方はお作りなんでね、ポリンと入ってきてすごい爽やかなんで、芋焼酎にはぴったりです。美味しい。ちょっと次は梅肉つけていただきます。美味しい。ハモの身ってこう上品に口触りでくるんで、そこがちょっと甘くてなんかお酒に合うんでしょうね。美味しい。で、結構ね食べられてる方も少ないと思うんですけど、このハモの子の、塩辛。何ですかね、これ大きいんですけど、ちょっ一手にいただいてます。うわーすげえ。このタイノコとか明太子とかプリプリした固まった感じなんですけども、それがまあほぐれた感じで、なんか肝的な部分も若干ついてなってますね。お酒にこれまたぴったりのハモの身とはまた対称になる感じ、身行って肝行ってみたいな繰り返しが良さそうです。もう他もどんどん頼んでるんで、ちょっとこれぐらいにしておきます。美味しい。次のお料理いただきました。今日のねおすすめは何ですかということで聞きましたが、タコがいいの入ったよって言われてたんで、イケネコですね。あとこちらが、メニューの中でね目を引きました、ミニアワビですね。これね下を見ていただいたら肝もしっかり入ってます。美味しそうになってますよ。お醤油と先ほどの梅肉までありますので使って、食べていこうと思います。生ダコは、先ほどの梅肉があるので梅肉でいただいてみます。めちゃくちゃ肉厚のあるイケダコで甘さもしっかりきてね、梅肉でいただいたら最後ね酸っぱい感じで締めていただけます。それじゃあちょっとミニアワビいただいてみます。アワビはお醤油な気がするんで、お醤油つけていただきます。ちっちゃくてもコリコリで美味しいです。ちゃんとアワビの雰囲気楽しめますね。美味しい。先ほどお伝えした通りなんですけど、肝もついてるんですね。ちょっと肝をいただいてみようと思います。いや美味しそう。肝までついてこうねコリコリも楽しんで、かなりのお値打ちかと思いますね。なんか大きくてアワビステーキとなんかこうお作りをなんかうまく分けてやったりとか、そういう構想作もありますけども、プチサイズなんで1人で来てもねお値段もプチサイズで、めちゃくちゃいい感じですね。めちゃくちゃうまいです。浅引きってね書かれてるんで、本当にまあベタなあれですけど、臭みなくみたいな入ってきて、肉厚が違います。カットがめちゃくちゃ太いんでめちゃくちゃ美味しいですね。次は、心いただきます。プリンプリン山クラゲのキムチと、セロリのキムチですね。私どちらも食べるの初めてです。ちょっと山クラゲからいただきます。焼酎ロック頼みました。セロリのキムチいただきます。見た目はもう長ネギみたいな感じですね。美味しそう。セロリのキムチはめちゃくちゃ面白い味ですね。これ爽やかな女の人がすっごい好みそうな、そうきますね。なんか美味しい。だし巻き届きました。もうこれね見てももうすぐ分かると思うんですけど、ポロ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 なんです。めちゃくちゃうまそうなんですけどね、ちょっと今からいただいてみようと思います。もう本当に巻いた回数だけ綺麗な薄い膜が、しっかり何層もあるのが分かると思います。いただきます。お出汁が出過ぎてどうこうとかじゃないんですよ。ちょうどいいぐらいお出汁がきます。噛む時にね、お出汁がふわっと口の中に広がるのがいい出汁巻きの証拠なんですけど、いい出汁巻きです。はい、ご縁屋さんいただいてきました。めちゃくちゃ美味しかったです。鮮魚がこれだけ美味しいお店っていうのが、この大正では、ね、マグロの美味しいお店あったんですけども、もう生ダコからね、アワビまで揃う、めちゃくちゃ幅の広い海鮮が楽しめて、もうドリンクもめちゃくちゃ安いし、かといってなんかこう朝どれの叩きがあったりとか、もう本当に全部出来がめちゃくちゃ良かったです。久々にこれだけの立ち飲みは当たりましたね。本当に皆さん行ってください。ごちそうさまでした。めっちゃうまかったです、マジで。はい、ちょっとね、JR の方までぶらぶら歩いていこうと思います。のんびりしていきます。はい、めちゃくちゃ味のある商店街を通って、やってまいりました。酒のみのり屋さんですね。はい、それじゃあ今から行ってまいります。行ってきます。はい、無事撮影許可いただけまして、もうお料理届いてます生ビールね、皆さんお疲れ様です。乾杯。めちゃくちゃボリュームです。めちゃくちゃ美味しそうですね。よいしょ、いただきます。まずは大根からいただきます。いただきます。お客さん780円昭和サイズのこうビールはね、生酒ってなかなか最近ないんで美味しいです。はい、みのり屋さんいただいてきました。もうめちゃくちゃ大きい昭和の、中ジョッキ、たまりませんでした。今だったら本当にメガジョッキって言われるんじゃないかなっていう感じですね。はい、荒炊きとビールの相性は最高でした。スパッと飲んで次のお店行ってみます。ごちそうさまでした。若干ね、南に来ますとね、商店街脇から入るところのちょうど手前ぐらいに、名店ございます。はい、今から行ってまいります。はい、大人気のチカラさんですけどね、少し前から、もうお酒の提供の方はされていなくて、今はお持ち帰りのみで、営業されています。まあ、ホルモンの味が変わるわけじゃないですからね、美味しいものは食べられますんで、ちょっと私は近場の公園で食べていこうかと思います。伊豆尾の商店街からまっすぐ南に来まして、到着しました。立ち飲みどころ清志屋さんですね。はい、仕事帰りね、いつもここの目の前通ってます。ここの道路ね、手前を左に曲がるとセブンイレブンあるんですけど、いつも来てるんですけども、今日はね、歩いてきてますので、しっかり飲むことができます。今から行ってみようと思います。はい、無事撮影許可いただけまして、1杯目は黒霧島ビールですね。いただきます。皆様お疲れ様です。乾杯。黒霧飲んだ時点でもうお酒しっかりね、美味しく入れていただいてます。美味しい、もうこう薄さとかね、濃さっていうね、選べますんでね、同じお値段でもやっぱりしっかり濃い焼酎入れていただけるのがたまんないです。美味しい。はい、1品目はどて焼きを頼みました。いただきます。美味しそうですね。いただきます。どて焼きはもうそのままでもめちゃくちゃ美味しいんですけども、めちゃくちゃ味のある一味があったんで、ちょっとかけていきます。美味しいぐらいでうまくかけれたらいいな。あー、うまい。特別うまいですね。黒切り入れ方めちゃくちゃうまいですよ。マジでやばい、うまい。清志屋さんも絶対に欠かせないといったらこちらですね。揚げ焼き、厚揚げを焼いたものの間に、真ん中に卵とおネギを挟んで、若干こう線も入ってるんで生姜も入ってるかなって感じですね。めちゃくちゃうまそうです。いただきます。正直ね、もう今もう見てるだけでも美味しそう。これはたまらないですね。最初はお醤油とかなしでいってみましょうかね。お醤油はもうすでにかかってますね。はい、ちょっといただきます。厚揚げの間にもなんか半熟ではないんですけども、とろっとした感じの卵が入って、シャキッとネギがきて、最後はね、後味がすっきりするように、刻みの生姜が入れてあります。もうこれだけでもう黒霧が止まりませんね。いや、これがやばいな。まあ、多分これ永遠これを繰り返すんですけども、めちゃくちゃうまいです。これは本当に精度もレベルも高いいいお店ですね。ネタケースの中にお作りとかいっぱいあるんですけど、メニューに書いてないんですよねどうしたらいいのうまそうなばっかり。はい、今入りました。めちゃくちゃうまそうです。蒸し上がったところ1個見たんですけど、めちゃくちゃやばいです。すごい、縮みになってますので、今から完成を楽しみにしてください。完成しました。これすごいです。これどこの名物メニューよりもやっぱりすごいと思いますね。貫禄のあるチヂミになってます。こんだけ厚みのあるチヂミなかなかないと思います。はい、チヂミ届きました。もう本当にね、名物っていうことで書かれてるんですけどね、その名に恥じない、焼いてる最中も見たと思うんですけど、こう厚みのしっかりあるチヂミ、結構珍しいですもう本当に超大ぶりなかき揚げと思えるぐらい、海鮮かき揚げと思えるぐらいのチヂミとなっております。今からポン酢をつけてね、いただいてみます。ちょっとポン酢になんか思ったより結構ふっくらしててスパッと切れますね。これめちゃくちゃうまそうです。マジでいただきます。めちゃめちゃうまい。これ何これ先ほどお伝えしましたけど、通常のチヂミとかき揚げの間ぐらい、かなりボリューム感のあるチヂミになるんですけども、ふわふわした食感はそのままにいただけるようになってますね。ほんとたまんないですね。めちゃくちゃうまいです。マジでもう、というか、芋焼酎が群を抜いてこう入れるのうまいお店になってますんで、焼酎飲みながらで美味しいお料理に翻弄されながらっていうのが最高なんではないでしょうか。ボトルまでちょっと、見せていただきまして、トッパイという、焼酎ですね、ロックでいただいてしまいました。美味しそうです。いただいた、このロック、トッパイという焼酎なんですけども、ちょっといただきます。今ちらっと麦って聞こえたんですけど、麦です。すっきり入ってきます。なんかこう可愛い女子のようにスイッと入ってくるすっきり系の焼酎になってますね。二階堂ほどこうね、薬草臭くなって本当にいい感じの、焼酎ですね。芋しか普段行かないですけど、全然いけますね。美味しい。あ、美味しい。っていうかね、清志屋さんはもうお酒何飲んでも多分ね、おそらく美味しいです。量も多いし、酒飲み大満足のお店かと思います。もう本音です。たまんない。本日トッパイという、麦焼酎の方いただきましてありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。いつも来られてるんですか、清志屋さん。ほぼ毎日いや、さすがにこのお店を毎日来てるとレベル高すぎて他のお店行けないかなと思うんですけど、お酒の面とか特に他のお店もほぼ毎日この後にいや、芋焼酎水割り頼んだんですけど、濃さとかが最近他行くと薄いのとか出てきたりとか、ちょうどいいなんかこう酒飲みが好きな感じのぐらいの濃さで出てきて、やっぱね、清志屋さんはね、お酒はね濃いめですよね。ですよね。たまんなかったです、本当にもう、ね、人間関係も濃いめまあ、めちゃくちゃなんか楽しめました。ありがとうございます。まあこのトッパイみんなでね、はい、広めてください。はい。大分の麦焼酎。お連れの方もいらっしゃいますね。3人でね、皆さん飲まれてました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、清志屋さんいただいてきました。いやー、分かったですね。もう三軒屋で飲んでも楽しいですし、ちょっと降りてきたあたりでもね。本格的にしっかりお酒を飲んでいいお料理で癒される、本当レベルの高い角打ちしっかり飲むことができますんで、もう超満足でしたまた来たいと思います。ごちそうさまでした。